動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。今回はせっかくニューズエクスプレスで、俺たち面鉄の車両が主役になれたわけだし、どこからそのような名前が来たのかについて取り上げてみようではないか。パノラマか、パノラマスーパー、ニュース買い取って、次に何が来るんでしょうかね。どうせなら2200系にもなんか、された愛称をつけてみようぜ。特別車乳が設定されてるんだし、何かいいアピールをしたらいいんじゃねえか。だからって、ニューズエクスプレスって呼ぶことなのかも、疑問点だったんだがな。まあ2200系の成り立ちも関わってる事情もあるんだしな。なんでニューズと呼ぶつもりでいたのかも注目したいですね。しかし自分たちが主役となりますと、まるで鉄道乗車しるさながらですね。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。名鉄特急の歴代の車両ってパノラマカー、パノラマスーパー、ニュース界ってそれぞれに相性があるんだけど、最近ではそれに当てはまらない仲間外れがいるって話。それ、1700系も同じことが言えるんだが、まあ、2200系だけ相性をゲットした実績がないのは、月球の収録で過去に取り上げたことがある通り、ニューズエクスプレスってのは、いかがにして2200系に相性をつけようとした結果、ニューレッドじゃダメなのかって思うだろうけど、そこには名鉄の赤について少し訳があるんだ。俺たちがまとってる赤はスカーレットと呼ばれるカラーリングだから、ニューレッドというならニュースカーレットと呼んだ方がいいんだろうけど、なんかニュース界と紛らわしいな。やっぱニューズエクスプレスだな。こっちと違って2200系の場合はセントレア運用の他にも豊橋方面とか甲和線系統にも向かうからねー。甲和線系統の列車は日中やと、名古屋で寸止めになりよるわな。ちなみに、2200系と1700系は共通運用で、豊橋方面、セントレア、甲和線など幅広く行ける一方、ニュース界はセントレア系統以外には行かず、逆にパノラマスーパーはセントレアに、行かへん中、台の関係を構築してるわ。かつての快速特急が、自分の愛称の列車の、名前になっちゃったからねー。2200系の三次車が来るまで、甲和線系統はほとんど、俺が独占してたわ。あれ以来、2200系が宇都宮とかにも足を運ぶようになったんだっけな。2200系も1700系も、展望席がないという理由で、愛称をつけてもらえないという悲劇があるわけか。パノラマカーというように、展望席を売りにしてるから、ニュース界のような専用列車と、展望席を持たない奴は愛称を、つける資格がないのだ。なのに、1600系の頃に、パノラマスーパーと呼ばれてたんだけど。あらあ、ダメだな。いくらなんでもイレギュラーすぎるぜ。
なんで俺の愛称をつけたのかが、全くよくわからないな。あれってどういうわけがあって、1600系にも、パノラマスーパーってつけられてたんだ？1600系こそ、ニューズエクスプレスを名乗った方がいい気がするんだがな。ニュースって言うと多くのところが NUSE ってなるんだろうけど、月鉄と名鉄に関しては全然当てはまらないような。ニューは特別車のニューだからな。この自慢の展望席もニューの仲間だぜ。まあパノラマカーって呼ぶのが一番だがな。1600系にニューズエクスプレスってなんか変な話のように思えるんだけど、何がおかしいというのが、1600系って視線の特急で走ってたらのんよ。だからこそ変なんだよ。ミューズって都会的な名前っぽいし、都会的って思うてもうたら、それこそ音の木の影響が強いちゅうことやな。まあどんだけ音の木の影響が強くても、ミューは名鉄の特別車のイニシャルやしな。ですが鉄道乗車機のサイドでは随分と音の危険で争いを繰り広げております。あいつらほんまにこりしい奴らやで、どっかのタイミングでと捕まえなかんわな。なんともわけのわからない争いだな。誰が仕掛けてるんだろうかな。亀山駅の上の方でバトルを繰り広げてるぜ。ああ心配ないぜ、鉄道乗車機のメンツはハンデガール陣営と戦ってるぜ。ハンデガール陣営との戦場が金山って、多くの編成がやってるのにひどいね。ところで2200系に愛称が付けられなかったのって、展望席がないから付けんでいいなのってなったのか、セントレアをめぐって時間がなかったからか。両方が当てはまってそうだけど、設備を見るだけでも想像がつくはず。確かに設備を見る限りはニューズエクスプレスっぽいんやな。この前にも触れたような気がするんやけど、とりあえずチェックしてみるで。2200系に愛称が付けられへんかった理由は複数あるみたいやな。やっぱせやけど展望席があらへん段階でパノラマカーがあらへんのは明らかやな。それだけで愛称がないってのは、いくらなんでも俺たち名鉄にしては安直すぎるぜ。こっちのように専用の列車というわけじゃないからね。あとは設備がニュースカイ3300系ってところも愛称が付けられなかった原因なんじゃない。確かにな、9500系の内装やとこんな感じやけど、これも3300系と基本的に大差があらへんみたいやしな。色違いやとそこまで変わり生えへんちゅうことなんやろうかな。2200系の一般車なんか3300系の設備丸パクリじゃん。それこそ空港需要対応の3列シートでこっちのような設備にすればよかったんだ。確かに変にロングシートを入れるからこっちと全く同じような設備になるんだよ。近年の編成では LCD を搭載しておりますが、それでも変わらないのでしょうか。それが2200系もこっちと LCD をつけてるから意味がないんだよね。ああ、よう見たら全く同じだね。何も LCD とかまで同じにしなくてもいいだろうよ。いや LCD は一般車同士で統一しないとまずいでしょ。まあニュースカイ3300系が一貫してるのは明確な事情があるんだよね。1600系3500系による一部特別車の急行の構造、あれが通ってたらどういう状況になってたのかが気になるな。少なくとも2200系が出てきたのかが怪しいな。しかし1600系といったら3両編成の特急型車両、3500系も3両編成にするつもりだったんだろうか。むしろ1600系3500系4両編成で7両という陣容だったかもしれないよ。まさかの奇数両編成、いろいろと厄介な編成になるぜこれ。一旦3両編成で登場した後4両編成になるまでに一旦7両もあったよ。おかげで4両単独での運用も難なくこなしてるわけで、これが3両のままだったらどうなってたのやら。一部特別車の急行といったら今でこそ特例で運用してるけど、あの当時だと一部特別車の急行が認められなかったんだよな。それでも特別停車などを駆使ステージでもやってるんだがな。一部特別車の特急として、少なくとも一部特別車の急行が通ってたら2200件が出てきたかどうかが怪しい上に1600件も今よりも長生きしてたんだろうかな。
3150系とかと組むこともなかったんじゃないかな。いろいろと情勢の変化に翻弄されまくった挙句に短命に終わった以上、なんとしてでも2200系に勝手に愛称をつけてもらおうと。まだ先のことだけど、2200系に続く新型特急の登場の余地自体は残されてるぜ。俺の後釜が出てくる可能性としてな。それで展望席がなかったらパノラマカーの絶滅だぜ。非展望の車両が多いからさすがにもういいんじゃない。まあまたしても展望席じゃない車両が出てきたら、その車両こそが名実のミューズエクスプレスってことで。おいおい、ミュース界を2200系を無冠の帝王にするつもりか。ミュース界のやつ、自分を主役、2200系や1700系を脇役だと思い込んでるぜ。むしろ一部特別車の特急みたいがミュース界に対する脇役だよ。それだと豊橋方面とか高和線系統がどうなるって話だろうがな。高和線系統は電車一般車ってことで、宇都宮方面も含めてそういうパターン、そういう世界線もあったわけね。一方で一部特別車の急行が設定できたとして、それで1600系としての特急運用が残されるのかも気になるところね。セントレア系統だけなら4編成だけでも一部特別車の急行を回せてたんは想像につくから、豊橋方面と高和線系統がパノラマスーパーに統一されてたんじゃないかな。ちなみに当時の俺は電車特別車の編成もいたんだよな。2008年12月のダイヤ変更も2200系が9本1700系への改造で一部特別車が多く揃うから、それに統一っていう口実っぽいしな。絶対違う、利用客の減少でこうなったんだろうよ。まあ特別車がミューでかつ幅広い運用をこなすんだったら、やっぱりミューズエクスプレスが適任かな。2200系だけ相性がないのも変だし、1600系にパノラマスーパーとつけずに相性なしだったら別に気にすることじゃなかった。もっとも視線とかにも特急を設定しようと企んだのって蒲郡とか豊川稲荷に向けたものだったんだろうかな。豊川稲荷とかならまだしも、蒲郡方面は相当厳しいぞ。いつ廃線になるのかもわからないしな。俺たちの気のだと、こういった復刻塗装が適任なれ、パノラマ EX とかのような車両だと運用を持て余すだけな。三河蘭海港を廃れていってる今だとな。400キロ以上って言うけど、どの路線も100キロを超えてないからな。膨大な数の路線がボロボロとまとまっただけで、実態で言えば関西私鉄クラスにしかないぞ。冷静に考えると、南海のように空港輸送を強化した一般車を作った方が良かった気がするけど。だけどニュース界といったら地元沿線をガン無視してることでも知られてるよ。それを見越して一部特別車の急行が計画されてたのか、それがおじゃんになって出る予定のなかった2200系が出たのか、少なくとも俺たちのところで愛称がつけられないやつはろくな運命を歩めない傾向が見られるわけだな。2200系も1700系の翻弄で左に30番台をつけさせられたわけだしな。だからこそミューズエクスプレスって呼んどいた方が良かったんだよな。パノラマ EX といい、1600系といい、なんか4線を翻弄されて断面となった車両が多いな。なんかあるぞこれ、一体何があるというんだ。いくらなんでもこれは異論だね。だから2200系に相性がつけられなかったんだな。ミューズエクスプレスってつけたかった理由だし。ところでミューズエクスプレスにこだわりを持ってる理由って何があるんですか。すっかりと忘れちまったな。少なくともなんかあるんのは間違いないがな。展望席のない車両でいかがにして相性をつけようとした結果がこれだってことか。あれれ、さっき音の木がどうたらって言ってたはずだけど、まあ今の音の木にあいつらのカラーがあるかと言われたら怪しいし、やっぱりミューは俺たち名鉄のものだな。それでミューズエクスプレスってことさ。あのラッピング車車両たちが聞いたらどう反応するのかが気になるところですね。なんて幻で
なんやなんや、音の木を完全にそっちのけにしたやって。いくらなんでもこっちで、あのメンツたちを語るのは無理がありすぎるよ。さすがに知らない存在、別世界の存在を、みなりに攻略するのは無謀だったね。せやけど、ここからが正念場やで。次はコンサートバッジ関連を予定してるで。なんでコンサートバッジを破断したのか。そこだけでも、なんか実態が見えてくるはずやしな。